皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネル、題名はどうやって覚える松平ということで、どうする家康関連動画始めていきたいんですが、今回題名通りで三河の松平氏はとにかく一族が多いことで有名でして、どうやって覚えればいいのだということで今回の動画に至っております。今回は家康が生まれた時にはすでに存在していた18松平について紹介なんですけれども、家系図を上から紹介していくのではなく、今回は江戸時代突入前後の各松平家当主を国高ランキングで紹介して、そこから広げていきたいと思います。こうなったら上から行くのではなく真ん中から行くしかないということで、この切り口になってるんですけれども、まず簡単に松平宗家、そして後に松平宗家となる暗礁松平家から紹介していきたいと思います。諸説あり、新田氏所流の世良田氏、徳川氏の家系図を利用したなどの説はありますが、今回はそこを省きまして、まずは初代からなんですけれども、初代松平親氏、この人物については現在も謎に満ちているとされていまして、生年没年も分かっておりません。没年については1361年から1467年の幅で説が出ていますが、これだけ大きく時代がずれているので、いろいろ惑わされてしまう部分があります。またこれも諸説ありますが、三河物語では松平親氏の子供には堺氏の祖となった人物がいるとされまして、松平遊書書では松平親氏の義理の父信繁の娘が堺家に嫁いでいたという説があります。どちらをとっても松平氏と堺忠次を輩出する堺氏は近い間柄となります。続いて二代目松平康親です。同じくこの人物については謎が満ちている人物となります。松平親氏とは親子なのか兄弟なのか、憶測の域を出ないということになります。この人物も没年の幅が広い人物となっておりまして、1376年から1437年となっておりまして、松平親氏よりは先に亡くなっていないということはありますから、1400年前後の時代を生きた人物ではないかと思われます。続いて三代目松平信光。この信光から資料に名前が登場するということになります。1465年には幕府の命にてぬかだ氷一揆を戸田宗光らと共に鎮圧し、この時は室町幕府万所執事伊勢氏の悲観であったとされています。この乱の鎮圧の功でぬかだ軍の不幸図を与えられています。徳川実記などの資料では子供が48人いたとされまして、多くの子供たちが分家となっています。これを見ると徳川家なりかと突っ込みたくなるんですが、すごい数の子供になります。1日お米何合炊けばいいのという疑問がちょっと出てくるんですが、それはさておき、没年についても諸説あり、1488年から1489年という説がありまして、1400年代中盤を生きた人物といったところでしょうか。三河松平氏にとってもとても重要な時期を生きた人物となります。続いて4代目松平親忠。4代目は信光の子供親忠ということになりまして、1438年生まれとされておりまして、1501年に没したとされています。応仁の乱後の戦国時代突入のタイミングを生きた人物となります。また松平氏の菩提寺の大樹寺を建立している人物です。続いて5代目松平長親、親忠の子供となる人物です。1473年生まれとされ、1544年が没年とされています。息子の信忠に家督を譲っており、西三河に今川氏親が侵攻した際は撃退しています。続いて6代目松平信忠、長親の息子となり1490年生まれとされ、没年は1531年となります。1503年には家督を父より譲られたとされていますが、その後も父長親が政務を取っています。続いて7代目松平清康、家康の祖父にして世良田次郎三郎を名乗っています。1511年生まれとなりまして、若くして父信忠より家督を譲られており、西三河を平定しています。森山崩れと呼ばれる家臣阿部正豊に殺害される運命にあり、短い生涯を終えています。8代目松平広忠、1526年生まれとなり家康の父になる人物です。清康の急死により一族の松平信忠に宗家を乗っ取られそうとなり、逃げることとなる苦難の人生となります。嫡男の竹千代を織田に奪われており、ここで家康は信長と対面することになったと思われます。そして1549年に急死し、家康が登場することとなります。
そしてここからは分家した松平一族を石高ランキングで紹介します。一部石高で微妙なところがありますが、こちらはご了承ください。第1位、藤井松平家。藤井松平家は大きく分けて2つあります。まずは宗家は関ヶ原の戦いの後に日立の国土浦藩3万5000石、その後神津の国高崎藩5万石、丹波篠山藩5万石、播磨明石藩7万石、1685年に下総の国古賀藩9万石、その後改易、その後復活し備中の国庭瀬藩3万石を得て、1697年に出羽の国上山藩3万石となります。続いて分家は駿河の国田中藩2万5000石、遠々海掛川藩2万5000石、丹波の国亀山藩3万8000石、武蔵の国岩槻藩4万8000石、田島の国伊豆市藩4万8000石を得て、1706年に信濃の国上田藩5万8000石となります。両家最盛期を合わせると合計13万石を超えている分家となります。藤井松平家は松平家宗家五代当主松平長親の子の松平利長を祖とする家系で、三河の国碧海郡藤井城を居城としていたことが名前の由来となります。関ヶ原の戦いの時の当主は藤井松平家二代目当主松平信和となります。家康よりも4歳年上の1539年生まれで、1624年まで生き抜いています。武芸に秀でていたとされ、三河一向一揆の鎮圧や信長が上洛する際の六角攻めでも信長も認めるような大きな功を挙げています。関ヶ原の戦いでは本戦には参戦せず、関東にて佐竹対策として残っています。戦後は功により日立の国土浦藩3万5000石を拝領しています。嫡男には先立たれておりまして、桜井松平家の松平忠義を婿養子とし、藤井松平家を継がせています。松平信和の娘との間に生まれた松平忠邦が宗家を継ぎ、その弟の忠春が分家を起こしています。松平忠邦の子供の松平信行は老中となっております。その子供の代で改易となりますが、後に3万石で復活を果たしています。松平忠春は家光により認められ加増を受け、駿河の国田中藩2万5000石を領するようになります。この藤井松平家は松平信和の家康への貢献度の高さが後々にもつながっているように見受けられます。特に徳川16新章や徳川28新章にも入っていないかと思いますが、入っていなくても家康への貢献度が高い人物はたくさんいるということがわかります。続いて第2位、超巨大な分家荻生松平家です。というのもこの荻生松平家、譜代大名を4家出しています。まず荻生松平家宗家は関ヶ原の戦いの前に神津家の国縄郡に1万石、戦後美濃の国岩村藩2万石、遠々海浜松藩3万6000石、神津家館林藩6万石、その後も天保を繰り返し二小藩で落ち着いています。関ヶ原の戦いには当主は松平家範で、三河の国吉田城の守備を担当しており、戦後に岩村藩に加増添付されています。その後は息子の松平宣長が次ぎ浜松藩3万6000石へ加増移封され、神津家の国館林藩6万石にその後に加増移封となり、その後には4代将軍家綱の下で老中に就任しています。その後もこの家系は老中を輩出しています。続いて近清流荻生松平家は、関ヶ原の戦いの後に神津家の国三の倉5500石から下野の国板橋藩1万石に加増移封され大名となっています。時の当主は松平親政。関ヶ原の戦いの直前のその前哨戦となる伏見城の戦いが起きます。この伏見城の戦い、どうする家康ではお父さん演じる鳥居元忠の最後として有名となりますが、もともと家康元忠もこの城が三成挙兵時には最前線となり玉砕する可能性が高いことを予期しており、最後の杯となった話が有名ですが、この松平親政も伏見城で家康より守備を命じられ、西軍方の猛攻を受け討ち死にすることとなります。この松平親政の功により、息子の松平一成が下野の国板橋藩1万石に加増移封され大名となっています。さらに息子の成重の代には三河の国西尾藩2万石に加増移封され、1621年、さらに2200石加増され、合計2万2000石として丹波亀山藩に加増移封されています。
続いて則政流荻生松平家は美濃の国岩村藩二代藩主松平則長の次男となる松平則政から始まる荻生松平家となります。則政は家光家綱綱吉に仕え1679年に若年寄りになり1万石の大名として常陸小針藩主となります。その後加増され1万5000石となります。続いて正嗣流荻生松平家は宗家松平家則の弟の正嗣から始まる荻生松平家となります。綱吉の代に1万石の加増を受けて合計1万6000石の大名となり荻生藩主となります。もともとこの荻生松平家自体は三河の国加茂郡荻生を本拠地としていたことが名前の由来となります。この荻生松平家4家の石高を足すと10万石を超す大名になり荻生松平家の繁栄を伺うことができます。続いて第3位、関ヶ原の戦い時忍城1万石、江戸時代に福光津藩1万石、三河吉田藩3万石、そして島原藩6万5000石の福光津松平家です。ぬかだ郡福光津城を与えられたことにより福光津松平家となります。関ヶ原の戦いの時の当主は松平家忠となります。関ヶ原の戦いの前哨戦となる伏見城の戦いが起きますが、その際この家忠も伏見城の守備を家康より命じられ、西軍方の猛攻を受け討ち死にすることとなります。この家忠は父惟忠も長篠の戦いで飛ヶ山の奇襲の際に戦死しています。天命なのか、その父の松平義景も三河平定戦で戦死しており、3代にわたり戦死という最後を遂げています。家康はこのことを気にかけており、家忠の子供の福光津松平家5代目の忠利の時に3万石に加増したとされています。この忠利は関ヶ原の時は上杉討伐として家康と共に北上し、伏見城の戦いで父の死を知った時は家康本体と共に南下して決戦に参加することを熱望しますが、上杉佐竹の抑えとして関東に残っています。忠利の子供の松平忠房は名君としても知られ、藩の経営が難しいとして知られている島原藩を任せられており、そこでも藩の経営で成果を上げています。福光津松平家は家康誕生前の三河にすでに起こっていた松平諸家の中でも大藩となっています。もともと福光津松平家は五位松平家祖となる松平忠景の子供忠貞を祖とする家系でありますが、出自についてははっきりとしていない家系となります。続いて第4位、関ヶ原の戦いの後越後三条2万石、下宇佐関宿藩2万6千石では上山藩4万石、摂津の国三田藩3万石、最終的には豊後の国杵築藩3万2千石の野見松平家です。野見松平家は三河の国ぬかだ郡野見を本拠地としていたことが由来とされています。1600年の関ヶ原の戦いの時は当主は野見松平家4代目松平重勝と言われていますが、松平正敏の後見役とも言われています。この松平重勝は家康の息子で問題児の松平忠輝の付け家老として越後に赴いており、越後三条3万石を領有しています。しかし忠輝は素行が悪く改易され、その後には徳川秀忠に仕え、下宇佐関宿藩2万6千石となり、その後は遠江横須賀藩に転封となっています。その後は小笠原秀政の四男で家康のひ孫信康娘徳姫の子重直が重忠の婿養子となり、野見松平家を継いでいます。重直の息子の松平秀親はその後豊後杵築藩3万2千石に違法となり、野見松平家は杵築で明治維新を迎えています。もともと野見松平家は松平宗家3代目松平信光の子の松平光親を祖とする家系ですが、光親重親の2代については詳細はあまり分かっていません。第5位、関ヶ原の戦いの後は5000石ですが、1618年、片野原藩1万石、1619年、高槻藩2万石、1635年、桜藩4万石の片野原松平家です。片野原松平家は三河の国保井郡片野原を本拠地としたことによりこの由来となっています。1600年の関ヶ原の戦いの時は当主は松平家信になります。松平家信は1582年の甲州征伐にも堺忠次帰化として参戦したと言われておりまして、この時は17歳という年齢になります。小牧長久手の戦いでも森長吉配下の豪傑野呂孫一郎を討ち取る活躍を見せています。敵将を討ち取るなど武力に長けた人物となります。
ここだけ切り取ると家康に尽くしてきたように見受けられますが、家信の父片野原松平家5代目松平家忠、その父片野原松平家4代目家広の代で一度今川方に寝返っています。この家広の妻お嬢の方と家康の母お代の方は姉妹となります。最終的には帰参しており、家忠家信が功を挙げて石高を上げていきます。なんだかんだで今川に着いたこともある片野原松平家ですが、江戸時代では片野原松平家10代目松平信常は京都諸次第に就任し、その後老中となっています。この家系の先代たちはというと、松平家宗家3代目松平信光の子松平智助となります。その後片野原松平家2代目定助、3代目片野原松平家近忠と続き、先ほどの4代目と至っています。第6位、関ヶ原の戦いの前に武蔵の国松山城1万石、その後金山領1万5千石加増、さらに加増を受け遠戸海浜松藩5万石、その後海域、そして遠戸海掛川藩4万石で復活する桜井松平家です。桜井松平家は三河の国碧海軍桜井を本拠地としていたことが名前の由来となります。関ヶ原の戦いの時は桜井松平家6代目当主松平家広は存命中でしたが、病により威風邸の松平忠頼に家督は譲られており、関ヶ原の戦いで従軍したと言われています。諸説ありますが、家広の医療に加増され遠戸海の国浜松藩5万石となりますが、1609年に喧嘩に巻き込まれ殺害されてしまい、どうやら囲碁中に喧嘩になり刺されたそうです。それにより改易となってしまいます。しかし忠頼の子供の忠重はその後8000石を与えられておりまして、さらに遠戸海の国掛川藩4万石を与えられ、大名として復活を果たしています。この江戸時代初期の動きを含め、桜井松平家はなかなか紆余曲折の道を進んでいます。もともと桜井松平家は松平家宗家5代目松平長親の子信貞を祖としており、この信貞は松平宗家の座を狙い続け、清康広忠と対立しています。孫の家継その子の忠政は三河一向一揆では一揆方につくも家康に許されたと言われています。第7位、関ヶ原の戦いの後に三河吉田藩3万石竹野屋松平家です。竹野屋松平家は三河の国保井郡竹野屋を本拠地としていることが名前の由来となります。1600年の関ヶ原の戦いの時の当主は松平家清で、関ヶ原の戦いの時は清洲城を守っており、戦後その功により三河吉田藩3万石が与えられています。3万石はなかなか信頼されている数字じゃないかと思うんですが、この竹野屋松平家、家康からの信頼が厚いんです。1581年に家康の母お代の方と再婚相手久松利勝の娘を正室に迎えておりまして、家康との関係が深い間柄となります。その家清、1611年に急死してしまいまして、嫡男の松平忠清が2代目藩主となります。しかしここで事件が発生です。1612年に後を継いだ松平忠清が嫡子のないまま亡くなってしまいます。無子断絶となるところ、これまでの竹野屋松平家の松平徳川宗家に対しての功績が考慮され、弟の松平清正が旗本として取り立てられ、保井軍の領主となっています。家名が5000石として継続した理由として、先代たちの功績の大きさがそれを支えたとされています。特に三河の国吉田藩3万石初代藩主の松平家清の祖父で竹野屋松平家4代目当主の松平清義の功は大きかったとされています。家康の下で活躍しており、1562年の宇土の長照攻めの際は上野郷城を落城させています。この5代目松平清宗も父と共に各地で参戦しており、家康の勢力拡大の過程で大きく貢献しています。初代森家、2代目森近、3代目近吉の代から松平家宗家を支えており、こうした代々の貢献の高さが家名存続に至っています。第8位、関ヶ原の戦いの時武蔵の国深谷1万石長沢松平家です。長沢松平家は長沢城三河の国保井郡長沢を本拠としたことが由来となります。1600年の関ヶ原の戦いの時には当主は家康の息子の松平忠輝となります。
この長沢松平家一番有名な人物といえば徳川十六神将にも数えられている松平康忠が思い浮かびます。この康忠は家康のいとことなり年も3個下となる同世代で家康と共に数々の修羅場を乗り越えてきている人物となります。主に酒井忠次の帰化となり長篠の戦いでも飛ヶ須山砦の奇襲に加わっています。家康の嫡男の信康の家老となり信康自陣の際には蟄居しています。その後許されて再び家康の下で仕えまして信長死後直後の伝説の伊賀越えメンバーに天命により抜擢されています。徳川家臣たくさんいるといえど三河の国にいたり駿河の国にいたりいろんなところにいる中この伊賀越えにいるというのはある種運命を感じます。1588年には嫡男の康直に家督を譲っています。しかし康直は1593年に子がないまま病気で亡くなってしまい家康の息子の松千代そしてその後に松平忠輝が名跡を継ぐこととなります。もともとこの長沢松平家は三代目松平宗家当主松平信光の子親則を祖とする家系となりますが詳細は不明の家系となります。続いて第9位、関ヶ原の戦いの前にすでに2000石、江戸時代に入り6000石、五位松平家です。五位松平家は三河の国、保位軍五位を本領としていることが由来とされます。1600年、関ヶ原の戦いの時は五位松平家、六代目松平これまさが当主となります。このこれまさは妻は酒井忠次の娘を迎えておりまして長篠の戦い小牧長久手の戦いでも従軍し家康が関東に領地替えになった際は下総に2000石を領しています。1601年に亡くなりますがあとはこの松平忠真が継いでおりましてこの忠真は忠の字を2代将軍秀忠より一時賜っており信任の厚いことが確認できます。先代たちの話はというと、もともと松平家宗家、三代目信光の子の忠景を祖としておりまして、元宗、信長、忠次、景忠、これまさという流れになり、代々松平宗家を支えてきた家柄となります。子孫たちも代々幕臣として将軍家のそば近くで支えていくこととなります。第10位、関ヶ原の戦いの後3000石、後に6000石に加増、大草松平家です。大草松平家は三河の国ぬかだ郡大草郷を本拠地としていることが由来となっています。1600年の関ヶ原の戦いの時の当主は松平康珍しいです。初めて聞いた時驚きました。もともとは家康の嫡男の信康に仕えておりまして鉄砲の名手として知られ二俣城の防衛戦三方ヶ原の戦いにも従軍し奮戦しています。信康亡き後家康に仕え小牧長久手の戦いにも参戦し家康配下の大番頭として関ヶ原の戦いにも出陣そして大阪冬の陣夏の陣にも参戦し歴戦の猛者となります。家康のみならず秀忠の信頼も厚く幕臣として将軍家に貢献しています。しかしこの一族としては知ったもんだしてる一族となります。もともと大草松平家が岡崎城を所有しておりましたが宗家清康に明け渡すことになります。そしてその後も四代目正久が反抗的な態度を取ることとなります。この松平正久どうする家康にも登場しておりお笑い芸人の東京03の角田さんが演じています。すでに元康に鉄砲を打ちかけるなど反抗しまくりなんですがこの後に三河一向一揆で一向一揆型につき吉良東条氏の吉良義明に味方し東条城に籠城しています。その後は行方不明となっています。寛政長州諸家譜ではこの正久が実名では出ていません。7代目の康康が大名になれなかったのは先人たちが関係あるかもしれないですね。この大草松平家は江戸時代に武士により断絶しています。続いて第11位、関ヶ原の戦いの前に460石、江戸時代中期2500石の宮石松平家です。三河の国ぬかだ郡宮石郷を本拠地としていることが名前の由来となっています。荻生松平家の分流となりまして関ヶ原の戦いの時の当主は松平康継でその後は松平正継が継いでいます。子孫はその後旗本として続いていくこととなります。続いて第12位、関ヶ原の戦いの後三河の国加茂郡滝脇600石、滝
脇松平家です。三河の国鴨郡滝脇を領有したことから名前の由来となっています。関ヶ原の戦いの時の当主は滝脇松平家4代目当主の松平範次となり、戦後600石を与えられています。また滝脇松平家にはもう一つ分流があり、その家系は松平正勝という人物が有名ですが、大阪夏の陣で戦死しており、名跡は片野原松平家から松平重信が養子になり続き、その後は駿河の国小島藩1万石となりますが、今回それはカウントしませんでした。もともと滝脇松平家は松平宗家4代目松平親忠の子の範清を祖とする一族で、荻生松平家が滝脇松平領に侵攻したことにより、この両家は争うこととなります。第13位、関ヶ原の戦いの前に下総の国香取郡武蔵の国多摩郡で地行地、その後に下総の国香取郡と三河の国碧海郡深間で1100石深間松平家です。深間松平家は三河の国碧海郡深間を領有したことが名前の由来となっています。関ヶ原の戦いの時の当主は深間松平家4代目松平康親で、その後は息子の松平康盛が継いでいますが、1600年代後半に嫡流が途絶えています。もともとは松平宗家5代目松平長親の子親盛を祖としておりまして、深間松平家3代目の松平親利は長篠の戦いの長篠城攻防戦で武田軍1万5000隊長篠城兵500の兵とともに籠城しておりまして奮戦しています。なかなかの修羅場をくぐり抜けてきた人物です。長篠城は以前訪れましたが、あのサイズ感で武田軍1万5000の攻撃を守ったというのが本当にすごいと思います。続いて第14位、関ヶ原の戦い後は不明ですが、石高は少ないのではないかと思われる三木松平家です。三木松平家は三河の国碧海郡三木郷を本拠地としていたことが名前の由来となります。松平家宗家7代目当主松平清康の弟松平信孝を祖とする家系となります。信孝は8代目広忠の信頼が厚かったんですが、信孝は好き勝手政務を行うようになり、後に広忠軍に敗れ戦死しています。子供の松平重忠は家康に仕えていますが、1601年に亡くなり、後を継いだ忠清も子がいないため本家は断絶となっています。忠清の弟の忠利は重忠の500石を受け継ぎ続いたとされています。続いて第15位、関ヶ原の戦いの後に尾張清須藩52万石の東条松平家。石高だけで見るとぶっちぎり1位なんですが、なぜこの順位になったか、その理由を述べたいと思います。東条松平家はもともと青野城を居城としていたことから青野松平家と呼ばれていましたが、東条吉良氏の継承と諸説ありますが、三河の国の東条城を居城としたことにより東条松平家と呼ばれるようになります。もともと松平宗家5代目松平長親の子松平義治を祖としておりまして、3代目の松平家忠が1581年に病のため亡くなりますが、その時子供がいなかったため家康の四男の松平忠義が名跡を継ぐこととなります。なのでこの忠義の経歴だけを見ると最終的に尾張清須藩52万石となるのですが、家康の子であるという点がありますので、今回の順位はこの順位にしてしまいました。しかし家康が名跡を継がせようとした家系でもあり、東条松平家のこれまでの松平家宗家への貢献度が高いことは想定されまして、このような経緯に至っていると考えられます。他にも西深間松平家、宇戸の松平家、安生松平家の台頭まで宗家と思われる岩津松平家がありますが、断絶や詳細不明な松平一族が多数存在しています。ということで今回は松平一族を上からではなく途中から切り込んでっていろいろ紹介したんですけれども、かなり松平家複雑な家系となっていますので、これだけで覚えようというのもかなり難しい話ですが、少しでも松平家について紹介できたらと思い、この動画を作成いたしました。今回は家康が生まれた際にすでにあった松平家ということで紹介しましたが、他にも松平家たくさんありますので、今後の機会に紹介したいと思います。どうする家康では今のところ松平家の人物はそんなに多く出てきていませんが、これから出てくることに期待しながら見たいと思います。本日は小壺チャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。